かけ湯温泉は、長野県上田市にある温泉。中部や高血圧に効能があるとされる。効能はその効果を万人に保障するものではない。かけ湯温泉旅館街内村川沿いに、約30軒の旅館や、大型ホテルが存在するほか、リハビリを中心に取り組むかけ湯病院や、クアハウスなども存在する。共同浴場は二軒存在する。うち一軒の、文樹の湯は、 かけゆ最古の源泉跡の五大橋のたもとにある。近年改装し、露天風呂も設けられて日帰り入浴施設に近いような施設となっている。落ち着いた川沿いにあるかけ湯温泉共同浴場自下に姿を変えた文樹菩薩が信仰心の厚い漁師に温泉の場所を教えたという回遊伝説がある。温泉名もこれにちなみ鹿が教えた湯すなわち、 かけ湯という。温泉地にある、文殊堂には、行基が彫った文殊菩薩像が安置してあり、日本三大文殊の一つとされる。行基の弟子の縁行がこの地に持ってきた時にはすでに、温泉は湧いており、約1200年前には開け湯していたとされる。温泉の功能から、古くから、杜地場として栄え、江戸時代には、上野国新殿軍の大官が杜地に訪れた。 記録などが残っている。昭和31年6月15日、厚生省国時代152号により、内村温泉の一部として、霊仙寺温泉、大塩温泉とともに、国民保養温泉地に指定。指定時は3温泉の総称は、内村温泉であったが、後に、マリコ温泉郷へと改められている。ありがとうございます。